うんまあ、今回はね吉田さんが言われたように赤の他人に毎月毎月お金をあげてで商売のスキルを教えてあげて職場を用意してあげていろんなものをお膳立てして「はいどうぞ」ってやってそれでもね自分の飯食う分ぐらい稼げないっていうのはちょっと情けないですね。まあ、そもそも社長がね社員にいちいち言わないとできないってのはどうなのかなと思いますよ。 やっぱ世の中には3種類の人間がいるっていう風にねたまに言いますよねあの言われなきゃできないやつ言われてもできないやつ、うん、言われなくてもやらないとね自分の飯の種自分の居場所自分の人生を構築するのに人の指図受けないとできないのかってことになるわけですよ厳しく言えばねでも厳しくも何ともなくってそもそも会社に養ってもらおうっていう 根性がまた違うんだろうなと思いますよね。で会社に養ってもらって社員になったら手を抜いて仕事をするわけでしょ。で給料もらえるからいいやみたいなね、うん、そんな世界じゃないと思うんですよねやっぱり。うんまあ、ある意味その会社を騙して入社してるっていうふうに採用側からは思っちゃうんですよね。うん、ここのの人が入るるとによっっってて会社の売上客数、利益は伸びるっていうんだったら、 お金を払う意義があるけどもこの人が入っても客が増えねえし教育の手間はかかるしなんならポカして損害出すしなんなんだこいつはみたいな思っちゃいますよねうん、やっぱこう会社はお母さんじゃないんでね、うん、戦ってる集団なんで戦力のない人はいてもらってもしょうがないっていうのが正直なところだと思うんですよで、これは表現に気をつけないといけないところなんですけどここだけの話ね あのブラック会社とか言うじゃないですかいいやただだこねせないだけででしょと思うんですよそれこそ10時間12時間働いて残業代もつかないっていう言葉聞きますけどもじゃあなんで5時間で仕事をねピシッと終わらせてちゃんと売り上げ集客利益を出して帰らないのって思うんですよ。それは本来8時間でやるべき仕事は8時間で終わらない能力の低さで勝手にブラックになってるわけなんですよね。 で能力の高い人は自分の仕事が終わった後人の仕事を手伝ってねそれでも終わんないから残業付きあってってことだと思うんですよそれこそ能力のある上司とか創業者ってのはいつまでも、まあ、いつまでも残業して部下の尻拭い部下の部下のね残業を肩代わりしてあげてあげくには社長が帰らないから僕らも帰らないじゃないですかみたいなね冗談もほどほどにしろよっていう感じですよそもそもね 自分の人生を赤の他人の会社のどこのどなたか知らない人に託すわけじゃないですか。やっぱその大変さっていうのは押して知るべきかなと思うんですよ。例えばね、自分のお父さんやお母さんに真面目に仕事するから給料くれよなって言って自分のお父さんお母さんに就職してみたらどうかなってことですよ。多分養えないと思うんですよ、ほとんどの人は。お父さんお母さんが子供たちを養えないから 世界のどっかでそんなあなたでも給料を上げるからなんか言われたことやってくんないみたいな本当に甘いところがあると思うから行ってみたらみたいなのが就職だと思うんですよね。いや実際そういうことじゃないかなと思うんですよ。あの本当にね自分の親が子供を養えるかって思ったら養えてないんですよね。じゃあ毎月子供のために仕事を設定して作業を用意してあげて。 え集客してあげてねじゃあこの作業したら毎月15万円20万円あげるわよっていう風なお父さんやお母さんがいたら大したもんだと思いますよそれで10年20年我が子を養えるかってことですよね多分子供のためにだったら何でもするわみたいな人でもこれは辛いんじゃないかなと思うんですよ自分の子供がなんかね仕事を適当にサボって業務中にスマホでなんかゲームやってるで5時には帰りたいとかね 仕事が終わってないからもうちょっとやんないとこれ全然売り上げ上がんないから給料出せないよっつったらブラック企業だって言い始めるわけでしょ。うん、じゃなかったらあどうなのかってことですよね。採用してくれた人を自分の親や兄弟だと思って、うん、しっかりと働けるかどうかですよね。家族のためとか子供のためとか、うん、なんかねい言いますけどもじゃ なんで能力が上がらないのか何で給料が上がらないのか上げられないのかってことでまあ手取り14万円終わってんだよお前がみたいな話ありますけども手取り14万じゃやばいと思うんだったら自分の力で14万を20万にして20万を25万にして30万にするってことはできると思うんですよ。それがまさに言われてないことをやるっていう世界で私がどっかの会社の社員だったら給料が14万しか出ないんだったらね 自分で、例えば YouTube チャンネル開設して、自分の会社の商品とか、あの、社員とかを紹介して、で、アクセスを集めていってですね、で、会社の商品を YouTube を通じてでも売れるようにするし、Twitter を通じて売れるようにするし、Facebook を通じて売れるようにするし、なんだったら会社のイベントを自分独自で立てて、そこで集客してね、で、採用面接を自らやったりとか。 それから新しいアイデアや会社にやってほしいコラボ企画を募集したりとかしてプロジェクトをどん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 組むと思うんですよでこれは会社が支持しなくても自分の給料を上げるためにはプラスアルファで思いついてやるべきことじゃないかなと思うんですよねほっといても給料上がんないわけですからほっといちゃダメだってことなんですよで会社の資産を使って勝手に商品作って上司にねこれ会社の名義で売ってもいいですかで売り上げの20%くださいみたいな話をすればいいと思いますしね やり方はいいいっぱいあるんんじゃないかなかと思うでですよで言われたことをじーっと待ってて言われたことも満足にできずに言われもしないことをやることもできずにうんまあそれじゃあちょっとねあの自分の両親で親でも雇ってくんないと思うんですよねあちょっと厳しいことというか現実をそのまままっすぐ言うとこういった形なんですよで私はあの吉谷さんと同じ誰も支持してくんないですよね 誰もこうやったら売り上げ取れるよとか誰も集客行ってこいって言わないんですよその代わり何も指示されないからって言って動かなかったら月末の引き落としができないっていうことですよねで BMW は <laughs> 中古査定が始まってええー、ねプレゼントしたベンツかなんかも解約するみたいな感じになりますよねだからやっぱこうプラス5万欲しいなと思ったらプラス5万の。 利益をを出すすための働きをすればいいしプラス10万欲しいなと思ったらその方法もあるしプラス30万プラス50万いくらでも積み上げていけると思うんですよ自分の利益量とともにね。あのやっぱりね頑張ってね毎月50万とか100万っていうのは、うん、今の時代もうできるんでね、うん、できますよやっぱり商品をどう作るか10万の商品を作ったかってことですよね。うんいや 適当にまず自分で商品設定して10万って値段つけてみりゃいいんですよ。で、その商品を売るために集客して、売れないかもしれないけども、成立してみたらいいんですよね。まあ、そうすると、次の一歩が見えてくるんではなかろうかと思いますけどね。じゃあ、就職の週の字でいきましょうか、今回は。